ゲップ、ついに始まりましたですよ。第3研究室でございます。この番組はですね、世の中に無数にいるラッパーのラップテクニックを分析解析するレッポ初のラップ研究プログラムとなっております。ラップの大きな要素であるリリック、フロー、ライミング、さらにラップを効果的に聞かせる歌い方のテクニックや発声方法など、研究材料となるラップにどのような魅力があるのかと議論していこうと思っております。この研究室で今日務めるのは私ジブラと私マミディでございます。はい、よろしくお願いします。始まってしまいましたね。はいね、これ恐ろしいですね。はい、恐ろしいですよ。あの、何が恐ろしいかっていうと、うん、あの、まずあれですね、あの、番組バナーバナー、番組の画像が恐ろしいですよね、まずはね。これね、はい、うん、あの、あ、バナーって言うんですね。バナーって言うんですね。あの、表紙みたいなやつ。表紙みたいなやつです。はい。これがね、まずそれよりまずタイトルじゃないですか、ね。タイトルですか、ね。タイトルがなんかパチモン臭いっていう、はい。そうですね。非常に僕から聞いたことあるやつですよね。完全に、ね。第三なんとかっていう、ね。はい、第三なんとか。あの、ちょうどほら、あの、第三金曜日だったんでね。うん、この番組が、あら、ちょうどいいんじゃねってことで、はいはい、あの、まあ、あの、なんですかね、まあ、歌丸KW の裏側って感じですかね、うん、我々は裏サイドなんですかね。裏サイドですかね。僕らは A 面なんですか、はい、B 面なんですかね。いや、でも、あの、やがてもしかしたら、あの、C 面もできるかもしれないじゃないですか。何し DJ ジンとオアシスっていう。ああ、まあ、そんなのもあってもいいんじゃないかななんて思ったりするんですよね。まあ、でも、そこからね、はい、あの、非常に、はい、あの、影響を受けているタイトルと、はい、ね、でも内容は全く違うということですね。はい、そういうことですね。はい、なので、今日、あの、頑張っていきたいなと思うんですけど、このね、うん、番組を立ち上げた動機経緯みたいなのは、うん、あの、ゆえって書いたんですけど、うん、これは D さんですね。俺なの？これは。確かそうだった気がする。なんか俺、1時間ぐらいさ、長電話したじゃん、うん、この、なんか。うん、そうそうそう。そうそうそう。1時間ぐらい長電話してる中で、うん、いや、なんかそういうの始めようよって、D が言い出した、うん。俺ね、あんた酔ってたから全然覚えてない。そういうことなのね。いや、違う、久々にさ、うんうん、なんで電話したんだっけ？なんだっけね、俺もあんまよく覚えてないんだけど。うん、あれさ、うん、あの、まあ、久々だったから、うん、最近のさ、ヒップホップのラッパーのラップの仕方とか、うん、何を感じてるみたいなのを、そうあれだね、三連がとか言いながら、そうあのね、まあ、話してたやつだね、まあ、うん、あの、正直そのトラップ以降すごくヒップホップが変わったので、その辺に関して、うん、ね、そのベテラン MC としてさ、うん、どう感じてるとか、自分がそういうのやるとしたらどうするみたいなアプローチの話とかを、まあ、全然してなかったじゃん。そうなんだよね。普段ずっとしてたからね、昔はね。昔はね。俺たちね。俺ね、うん、あの前にね、多分ね、うん、あの、R指定と、うん、ラップ理論みたいな話をね、うん、しまくった直後だったから、ジブさんとその話をしたかったのよ。うん、そういうことか。で、ちょっと話してたら、うん、すっごい面白かったじゃん。面白かった。で、これさ、放送した方がいいんじゃないっていうぐらい面白かったので、うん、はい。番組ができちゃったやろうかなって言ってたんだけど、うん、俺その時酔ってたから本当にやるか気持ちが大きくなってたのね。あ、本当にそんなことで番組できちゃうんだって今思ってね、はい、若干の後悔とね、いろいろの気分でね、僕もね、あのね、ぶっちゃけね、ちょっと普段と違って上がってて、今ちょっと汗とかかいてる。どうしたの、はい、あのですね、はい、はい、この番組はですね、毎月第3金曜日、渋谷レップスタジオに生放送でお送りしております。で、皆さんの声はツイッターの方で受け付けておりますので、番組ハッシュタグ漢字で、第3研究室ですね。第3の3は漢字、関数字の3なので、お間違いなく、ね、はい、漢字でございます。ハッシュタグ第3研究室をつけて、ガンガンつぶやいてください。ということでですね、早速、今日のオープニングナンバー、行ってみようと思うんですけども。うん、はい、はいはい。1曲目はですね、最新のヒップホップを、用法を取り揃えてる、レップのプレイリストから、ラップテクニックが気になる曲を選んでかけていこうと思うんですけど、うん、今日は、D が選んできてくれました。そう。はい。ね、その中から選ばなきゃいけないっていうことでですね、うん、はい、いろいろ聞いてきたんだけど、はい。僕的にはね、うん、いろいろ、まあ、あの、普段ね、うん、あの、サブスクで、ヒップホップ、音楽全部聴いてるんだけど、あの、サブスク時代になってからさ、うん、本当にその、いわゆるその、新曲リストみたいなのがバーンって上がるでしょ、うんうんうん、で、で、昔よりね、はっきり言って、うん、若い子のラップとか、うん、新曲とか昔より聴くようになった。ああ、そういうことか。だから、うん、この企画がなくても、うん、割とね、うん、あの、普段から、うん、若手のラッパーのラップをいっぱい聴いてるわけよ。だから、俺なりにも、うん、その、あ、この子いいなとか、うん、あ、
この子どんな子なんだろうって思ったりとかさ、気になるわけですよね。あるじゃん。でさ、うん、今そういうの全然その情報がさ、うん、ネットで調べてもないわけよ。あ、意外と、はい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 、まだね、ウィキペディアにも載ってないような、うん、ホームページも持ってないような子のフレッシュなラップがいっぱい出てるから、うん、だからいつもね、うん、まあ要するに昔より聴いてるって話なんだけど、はい、その中から、うん、今日はね、俺が気になった曲としてはですね、うんうん、はい、JP The Baby 君の、はいはいはい、Good People Good Coffee という曲がありまして、うんうん、ありますね。オズワルド君、はい、これもね、彼もすごい気になってんだけど、すごいですよ。この曲がね、うん、聞いたことある？あるよ、もちろん。もちろん、ね、もちろんね。うん、日本語ラップ、うん、フェチだからね、もうジムさんはね。いやいやいや、あれですよ、だからほら、僕昼間番組ここでやってるんですけど、うん、昼間はね、こういう新譜をね、かけたりするんで、何度かこれかけたりしてますけれどね。うん、はい。ですね、うん、当研究所的にはですね、はい、まあ、これからね、うん、随時うん、しっかり掘り下げていきたいんですが、はい、やはり、うん、ブームバップ、うん、ブームバップ皆さん分かりますかね、はい、いわゆるドンツカンツドドンドンカンツ、普通のビートが効いてる昔のラップ、はい、そっから、うん、トラップといって、うん、テンポが60、70ぐらいになって、うん、まあ遅くなったとも言えるし、うん、速くなったとも言えるんだけど、うんうん、そういうテクニックの大転換があったわけよ。で、その時に僕らはどうそこで対処したか。うん、若い世代はそれが当たり前だと思ってるけど、その時にラッパーは発想方法というか作詞方法の、うん、その革命的転換をしなきゃいけなかったわけね。うん、そうですね、うん。で、その話をさ、うん、この3番組ではさ、すごいやってきたわけ。うん、はいはいはい、はい、うん。で、もうあれだな、時間が、そうなんだよね。ないんで、そう。曲も早く行かなきゃいけない。俺はもう話したいことがありすぎて。まあ、とりあえず曲かけね。とりあえず曲かけてみたいと思いますので。そうですか。はい、そうですか。曲紹介の方お願いします。はい、JP The Baby, Good People, Good Coffee, Featuring Oswald. WREP, REP. はい、第3研究室でございます。今、はいはい、かかったのが、JP The Wavy の Good People, Good Coffee Featuring Oswald AK レオクマということでですね、うん、はいはい、こちら選んだ理由とかはどんな感じなんですか？これは、この後番組最後までこれ話していいんですかね、この曲の話。いいんですか？まあ、はい、まあちょっと言ってみましょう。教授ぐらい話せるんですけども。あ、そうですか。はい、まあ、JP The Wavy、のいいところって、うんうんうん、やっぱり彼もともとダンサーじゃないですか。いや、知らないです。あ、そうなんですよ。僕は彼に関しては何も知りませんよ。何も知りませんか？そんな。あ、そうですか。うん、ちなみにね、この曲実は、小ネタがありまして、うん、これなんかね、普段からね、JP がね、よく行くコーヒー屋さんがあるらしいんですよ。うんうんうん、でね、そこのコーヒー屋さんの、うん、外でなんか座って飲めるらしいんだけど、うん、Googleアースだっけ？なんだっけ？ Google アースありますよ。あれで、うん、そこ行くと、本当に JP が、うん、コーヒーを飲んでるのが映ってるらしいよ。どうやら。そんなに高い確率で行ってるんですか？すごいですよ、ね。コーヒー屋さんに。うん。へぇなと思ったんですけどね。うんうんうん、はい。いや、でもね、うん、この話していいの？うん、全然していいよ。うん、まあ、二人ともうまいよね。うまい。まずね、とにかくうまい。俺の結構 JP 君は、うん、そのさ、超ウェビーでごめんね。はいはいはい。の人だっていう風に認識してたから、うんうん、まずこんなスキルあるんだっていう。まあ他の曲ももちろん聴いてんだけど、うんうんうん、で、レオクマくんはもちろん超スキル型のね、うん、ラッパー、若いんでしょ、すごい。若いですよ。ね、まあ彼に関しても何も知りませんよ、僕は。うん、でも上手いということしか。うん、まず二人とも上手い。うん、それから、この曲、一曲の中でね、うん、BPM、多分まあ70とかなのかな、うん、はいはいはい、70の時に、うん、75だね、これ。テンポが70、うん、75とかの時に、うん、ラッパーが何をすべきかっていうテクニックが全部入ってるの。うん、はい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 。うん、まあなんだろうな、これはまあちょいちょいよく話す話なんだけど、うん、まあ最近のそのトラップ以降の一つ、まあ、乗せ方のさ、うん、なんていうのかな、それこそ三連だったり、何だったりっていう、うん、こう、乗せ方変えるじゃん。
変えます。それこそ例えば1小節に8文字、うん、16文字、はい、24文字、はい、32文字、はい、もういろいろやりますよね。やりますよね、うん、でその辺がやっぱりね、あの最近の子たちはもう、あのもう上手いですよ。感覚で分かってるの最初からね。そう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 、あのね、これをね、うん、あの一般の人に説明するのは、うん、すごく難しいから、うん、ちょっと無理ちょっと無理この番組は最初に言っとくけど、うんうん、その万人向けじゃないんだよね。まあそうかもしんないね。で申し訳ないけど、うん、本職以外の方は、うん、お引き取り願ってですねすいませんですね、もっとですね、ポップな番組がですね、はいはいはい、あのウェブラジオじゃなくて、はい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 、あの本ちゃんの電波の方でいろいろありますんで、はい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 、そっち聞いていただいて。そうですね、もう あれですよ、もうプロショップみたいなもんですから。プロショップですか、こちら。ラッパー用ですから、はいはいはい、これね、はい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 、だからもうねすごい、マニアックなことを言わせてもらうけど。そうですね、あれですね、だからその、例えば、うん、じゃあなんだ、じゃ例えばですよ、うん、例えばなんかそういうビート、ですね、解説する、うん、例えば、うん、これとかはいくつぐらいだ、例えば、はい、普通だと、うん、なん80ぐらいかな、これそんなもんだね、うん、なん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 、これが一番普通の、はい、それからなん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 この8部16部3連っていうのを自由に織り交ぜてやるのが最近のラップなの、はい、そういうことでございますね、うん、それとあとは、うん、あのまあオートチューンかまして歌っぽくやるっていう手法もあるし、あるね、さっき彼らがやってたみたいに、なん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 みたいな、そのフローを作り出してそこに無理やり日本語をはめていくみたいな、そういうテクとかあるのね。はいはいはい、はい、あのさ、そのさ、日本語のね、こう無理やりはめるはめないのことに関しては、うん、あのマミディさん昔から持論があるじゃないですか。ありますか、僕の持論は。あったはずですよ、僕は昔を聞いたんですけど。あれですよ、あのね、ライムスターのリリックの書き方としてその当時言われてたのは、うん、日本語で、普通に喋るときに、うん、しないフローはしない。ああ、それね。って言ってたよ。それね。うん、あの、いまだに守ってる部分とね、うん、その、ああ、今日は、これいい番組になるよ、これ。あ、そう。守ってる部分と、うん、その、不自然に、なとこに、はめてく面白さと両方あるなって最初、最近は思ってんの。で、なぜかというと、昔は、その日本語の上げ下げに、うん、それをしかとした、うん、あのフローとかすると、うん、なんかさ無理やりっぽくてダサいと思ってたんだけど、例えば、US のラップはそんなことしてないと思ってたんだけど、うん、聞いてるとさ、うん、あれ向こうのやつもやってんなとかあるでしょ、うん、どうなの、ありますよ、あるよね、全然ある、全然ある、うん、だから、うん、そういうの そこで面白くなれば、うん、ありだなっていうふうに今は思ってるのね、うんうんうん、さっきの曲の話に戻るけどさ、うん、その今までラッパーは、うんうん、まあ BPM90 から100ぐらいの、うん、ブームバップ、普通のトンツッタン、ツックトントンタン、はいはいはい、なんとか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 、タタ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 、うん、1小節で、うん、1小節で16音節、はい、いわゆるだから16ビートってやつですね、うん、16ビートと、だから当てはめられる言葉の 数、うん、音節数は決まってたわけよ。そういうことだね。当時は僕らはさ、うん、マス目付きの原稿用紙に歌詞を書いてたようなもん、ね、はい、方眼紙とかね。そうなのよ。そうなんだ。それがトラップになってから、う
いきなり自由帳を渡されてこれに書きなさいっていう、 いう時代になった。そういうことだね。完全に無知なんや、ね、その中でもう自由にやれっていうことになっちゃって、うん、だからラッパーとしてはね、ちょっとトラックメーカーとしてはね、うん、なんか単調な感じすんなみたいなところはあるんだけど、うん、ラッパーとしてはこれだけラッパーのスキルが問われる時代っていうのは、うんうん、昔ともう段違いにそうだねすごいし、うん、面白いと思って俺は聞いてる。はいはいはい、それがすごくわかる曲だったから、その JP 君の、うん、JP とレオクマ君の曲を選んでみましたっていうね。もうこれだけでも全然時間過ぎてるね、はい、はっきり言って今日さ、なんか他にもいろいろさ、うん、課題考えてきたんだけどさ、うん、もう完全フリートークでもう OK だったねこれね多分ね。あんまり語りすぎちゃうとね、あれですよね、番組終わっちゃうんでね。まあそうですね、うん、まあ1時間しかないんでね番組はね、うん、はいはい、で俺ね、あとね、最近のこのラップに関して、うん、すごく思ってることがあるんですけれども、うん、リズムに対するアプローチ、うん、これ変わったなと思って。言ってたそれも言ってた、うん、この前やっぱり、そうですね、2000年代ぐらいまでの頃って、うん、まあやっぱりまだニューヨークが、うん、ヒップホップの中でもまだまだ中心だった時代、はい、まあなんですかね、最後の方だとまあ50セントとか、うん、あの辺ぐらいがわっと盛り上げた時っていうのは多分ニューヨークの一番最後の盛り上がりだったんじゃないかなと思うんですけれども、うん、そっから今はほらどんどんサウスの方に中心が移っていってウェッサイに行くかと思いきやサウスだったもんね。そうで、サウスの特徴とあのイーストコースの特徴っていうのでいくと、うん、やっぱ俺ね、イーストコースト、ニューヨークのヒップホップっていうのは、うん、ちょっとこう後ろどにっていうかさ、うん、少しこうレードバックして後ろに乗せてくフローの感じ、うん、っていうのがすげえニューヨークっぽくて、俺もすごい好きで、うん、それね、うん、ヒップホップに限らないと思うよ、多分ジャズとか、うんうんうん、あのファンクとかも、うん、やっぱり後ろ乗りが好きなんだよね、うんうん、やっぱ、うんうん、イーストコーストのものはやっぱ都会的だし、うん、東京に住んでる人間がイーストコーストのものに惹かれるのはすごい自然だと思う、うん、ね、うん、なんだけどもそれがサウスのいわゆるオンビート、うん、超オンビートみたいなのが流行ったことによって、うん、今はだいぶニューヨークのラッパーもあんまり後ろ乗せたりしなくなったっていうか、一時期みんなで大後ろ合戦やってたもんね。大後ろ合戦俺、ね、後ろなら後ろほど偉いみたいなね。そう俺マジで何曲か聴けない曲とかあるもん、うん、自分の曲でもう後ろ乗せすぎだろそれみたいなやつ。でもさ、うん、でもあれはあれでね、うん、すごくハマると気持ちいいんだよね。そうなんですよ、ね、そうあれは本当に気持ちいいは気持ちいいんだけど、うん、でもやっぱりね違いすぎるだろっていう風に今とは比べるとね、うん、思ったりするんですけどね。もうね、このねフリートークだからさ、うん、どんだけ気持ち悪いかって聞かせちゃおうかな俺。なんだったらそのチラッと今聞くと気持ち悪い、今聞くと気持ち悪い、私かっこちぶらですね、例えばですね、うん、これとかかな。はいはい、はいはい、やりすぎでしょやりすぎといえばやりすぎと、うん、もう完全にね、はい、16分音符でね、うん、次の拍に行ってます。そうなんですよほぼほぼ次の拍行ってるっていう一間待つみたいになっちゃってて、うんうん、でも分かるよ、分かるでしょ。あったあった、あのね、そうのね、うん、ね、例えばさ、でもそれできるのってかっこよかったじゃん、レッドマンとかさ。そうレッドマン特にそうかな、うん、で日本だとさ、うん、ラッパガリアの Q とかうまかったじゃん、ね、うん、すごくそうなんです、後ろに乗せんの、はい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 、でもねそれラッパーだけじゃなくてね、うん、当時、うん、ディアンジェロ以降みんな影響を受けちゃって、はいはい、まあ、J ディラとかの流れもあるんだけど、ビートを後ろにするほど偉いっていう、うん、時代があったわけよ。間違いないですね。でバンドで、うん、みんなが後ろにすると、うん、結果超タイトっていう全員後ろだから全員オンなんだ。そう、何かはタイトで誰かがリードバックしなきゃいけないのに、うんうん、みんなが後ろにいるからただの普通のビートになっちゃうね。あとね、バンドでやってて、もちろんこうね、ジャズバンドとかだとみんなもう素晴らしいテクニックあるんで全然平気なんですけど、うんうん、ちょっと稚拙なバンドとかと一緒にやるとですね、うんうん、だんだん曲がゆっくりになってくるっていう俺のラップに合わせなくていいんだからねっていうやつ。そうあるよね、あれラッパーあるある。ただねやっぱ俺ね、さすがだなと思ったのは、うん、ルーツ
ルーツ、はい、ルーツのあのところに一回俺なんかライブに乱入したことあるんですよ。あ、マジで歌わせてもらったんですけど、うん、その時はね、うん、いくら後ろ乗せてもちゃんとやってた、うん、あクエストラブさすがって思ったですね。これはラッパーが、はい、後ろに乗せてるんだなっつって、うん、ある意味、うん、その冷静に普通に自分はステディーなビートを打ってるってことだね、うんうんうん、そういうことそういうことそういうこと、うん、だからねちゃんとそういうのもね分かってくれると嬉しいなっていうのはありますけどね、うんうんうん、はい、はい、今はということで後ろじゃないですね、はい、はい、あのちょっとあのちょっと一応あの予定通りやってみましょうか。やってみる。はい、うんうん、ですねまずはですねここからですねあのまあ普段今日はまあ1回目なんで、うん、俺たち2人でやってるんですけど、うん、あの来月からはねちょっとゲストを迎えようかなと思っておりまして、うん、ラッパー1人呼んで、うん、でまあ俺らがこういろいろ根掘り葉掘りね聞くみたいな、ね、テクニックに関して聞くね、うん、あの噂ではいろんなラッパーが出演を嫌がってるっていう話を、うん、そう思いますですよ、ね、ただのいじめじゃないですかそれっつってはい、そんなことないんだよ、ね、別にね。ただねあのね、うん、あれですよ次回来てくれる人は、うん、もうすっごい喜んでて、あ、本当？決まったのね。絶対出たいですって言って、うん、第1回目って本当は今日出てくれるつもりだったんですけど、今日はどうしても会わないっていうことを言われちゃったんですけど、うん、来月は出てくれるらしいですよ。まあね、はい、ありがたいけどね、うん、飽きて俺とジムさんだけでもね、うん、あと12年ぐらい続けられる、うん、まあでもゲスト呼びましょう、はい、来週ね、ですね、来月ね、来月ね、はい、そうなんですけれども、うん、今日はだからゲストがいないということで、うん、我々のね、うん、曲をいろいろちょっとこう研究してみようと、うん、お互いのね、お互いの曲を、そうなんです、うん、ということでですねまずはですね最初の研究材料私から発表しますけども、うん、はい、俺が分析したいマミー D のリリックは、こちらになります、はい、幻を記念日フューチャリング酒井優、そこかそこ行こうかな。なんでこの曲を選んだかというとですね、うん、なんていうかな、すごくいい感じに力が抜けてたり、うん、その抜けてる部分の中にも、うん、なんていうんですかね、ちょっと変わったことしてるというか、あんま変わったことっていうふうに、そんなに感じないかもしんないけど、実際変わってるなと思うことがいろいろあるんで、うん、はい、その辺をね、ちょっとお話ししたいななんて思ったんですけれども、うんうん、まずは曲聴いてみましょうかね。だよね、はい、どんな曲だったっけな、どんな曲だっけな、うんうん、忘れちゃったな。はい、行ってみましょう。幻で、記念日フューチャリング、酒井優。WREP、REP。はい、はい、お聞きいただいたのが幻で記念日フューチャリング酒井優でございました。はいはいはい、はい、ですねこれをなんで選んだかというとですね、うんうん、これ意外だよこれね、うん、俺まあもともとすごい好きな曲で、うん、まあよく DJ しててもほらアニバーサリーとかイベントのアニバーサリーとかで、うん、すごいかけやすいし、うん、誰かの誕生日だったりするのでもありかなって気持ちでもするし、うんうん、なんかとにかくまあそのパートとしてするんでよくかけたりするんですけども、うん、ありがとうございます。これねまずちょっと聞きたいことがありまして頭ね、はいはいはい、バースラップ始まるじゃないですか一番初め、うんうんうん、はい、ですね君はいつも化粧が長くて俺をイラつかせる、はい、俺はいつも気まぐれなやつで君をイラつかせる、はいはい、ここら辺って、はい、2小節で展開するじゃないですか、はいはいはい、その辺はどうしてこうしようと思ったんですか。これはですね、はい、日本語的に入んないんです、うん、そういうことね、はいうん、そこまで言いたいことが、うん、ね、1小節じゃ言えなかった。英語だったら、ね、うん、君はいつもなんだっけ化粧が長くて、俺をイラつかせる、これ多分一小節入る、入りそう、うん、確かにね。でも日本語は、うん、My name is 3音節のものが、うん、俺の名前は7音節食うんですよだからそうなんだよ、ね、すっげえ音節数食うの、うん、だから俺、うん、これは俺がこの頃よくやってたことで、うん、2小節使って、うん、韻を踏む、うん、しかもこれ韻じゃないね、同じことを繰り返してるだけなんだけど、そういうことだね、うんうん、そういうことですよこれは。すいません、いえ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 、ですねでもねなんかねそれがね、うん、いい感じにこの曲の抜け感につながってるなーってのはすごく俺は思っていて。なるほど、はい、あとですね、うん、もう一個聞きたいことなんですけどね、うん、2番のところ、はい、LDK あれじゃないですか。はい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 。1番にも、はい、LED って聞きますよね。
そうですか。はい、来てるんですよ。ジェリー D とジェリー B でインフムとこあるじゃないですか。ね、これは LDK のが先にできてたの？そんなことない。どっちのバースが先にできた？1番から書いた。1番から書いた。ほう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 。じゃあなんとなく1番で言った LED の、あのなんかふわり感がちょっと気に入っちゃって、2番の頭もそうしてみたみたいなことなのかな。これですね。そこですか。完全に無意識です。これは教授としてはあれですけど、はいはい、ノリっす。研究所としては問題ですけど、はい、はい、そうですね、はい、ノリなんですね。ノリすいません。はい、はい、あとですね、はい、これやっぱり何ですか、このまあストーリーがね、しっかり俺はあるのがいいなと思うんですよ。なんかこう、すごくビジュアライズされるというか、で、こう4年目と2番は5年目なんですね。はいはい、そうです。ということはこれの間に1年経ってるってことなんですか？1年経ってます。はい、1年経ってる。はい、なんかこの4年目はちょっと揉めたみたいな。そうだね、ちょい揉めな感じでも、一応記念日だから出かけるかとか、そういう感じ。そうそう、でもこれはね、設定的にはね、その僕らは、朝までね、クラブで飲んでたりするじゃないですか。で、翌日、せっかくの休日なのに、夕方から動き出すんですよ、僕らは。知ってるでしょ、君は。ありますよ。ね、それで、結局、どっかいろんなとこ行けたはずなのに、食事とかでごまかそうとするんですよ。で、男はいろんな、はっきり言って、用意が早いじゃん、化粧とかないし。まあ、ね。だから、てめえが寝てて、急に行こうって言い出したくせに、化粧の遅い女子を責めるんですよ。そういうことなんですね。それを鏡越しにやってるという設定です。これなんですね。すごいよね。結構よくできてると思うんだよね、俺もね。よくできてる。誰も褒めてくれ、初めて褒めてくれたよ、あなたが。いや、それは良かったな。でもね、ほんとなんかね、何ですかね。だから、さっき例えば、言ってたじゃない。一番のところのさ、頭がさ、イラつかせるって言ってるだけで踏んでないよ、みたいなね。で、例えばそれ、これ行くと、その2番の LDK のところも、ちょっとそういう感じじゃないですか。そうなんですよね。その辺のね、抜き加減がね、これやっぱりいいんですよ。大人でないとできないですよ。そうなんだよね。はい、いろんなね、インナータイトな方がいいみたいなことに縛られてきたけど、結局どっかで、そのリスナーの耳に、その優しいフレーズっていうかさ、ライブだったら言いやすいフレーズとか、そういうのないとさ、結局みんなここ言うんかいみたいなのあるじゃん。あるある。簡単なとこ。はいはいはい。ですね、ここはまたね、プロショップ的なトークになりますけども、ラッパーのみんな、ちゃんとみんなが言いやすい、ね、タイトなインとかばっかりじゃなくて、ちゃんと言いやすい部分を作るんだよ。あ、そういうことですね。うん。そうするとね、やっぱりみんな今特にあれじゃない、昔ってさ、そこまでじゃなかったけど、こう多分10年、20年ぐらいで、例えばアメリカのヒップホップも、そう、シンガロング。みたいな。シンガロングね。うん。みんな、その、聞いて、合唱とか、合唱するみたいな感じになったじゃないですか。すごい勢いで。だからね、そういう、ポイントはすごい大切だよね。うん。まあ、でもね、この番組続く限り、その辺も、ね、解き明かしていきたいですよね。ガンガン突っ込んでいきたいなと思いますけどね。教授同士で。はい。ちなみに、いいですか？記念日まだ話して。いいよ。これは、まあ、酒井優くん、フィーチャリング。あ、僕もこの前ね、酒井優くんに誘っていただいてね。あ、これライブ見ていい？ライブ見た見た見た。見ていただいて。これ一番初めに、優ってのは、酒井優の優なの。それもかけてる。もちろんかけてるから。It's you, you, me and you って言うんだけど、まあ、俺と、あなたと、俺と、なんか you っていうのもかけてるよ。そういうことなんですね。いろんなところかかってるということでございますけれどもね。はい。何ですかね。まあ、やっぱし、この、お互い少しだけ年取ったね。なんて思うなんて、今夜も酔ったね。とか。何ていうんですか。俺、例えばこれもちろん、まあ、取ったねと酔ったねって別に、まあ言うたら小学生でも、そんな、いいんじゃないですか。でも、そういうのを、こう、うまく入れていくことがすごい大切だなと思ってて。なんで、例えばさ、LED とさ、ジェリービーンズとかはさ、まあ、ちゃんと分かってる人じゃないとできない踏みじゃないですか。そうね。音的に正しいということで、字面じゃないんだよっていう。そう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 。で、なんだけど、そういうのもあったり、で、ポートレート、オールドデイズとか、そういう、こう、なんていうんですかね、長、
硬い陰も入ってるんだけど、はい、その間間にこう取ったねと酔ったねみたいなやつが入ってくるのが、うん、なんかやっぱバランスがいいなって。あ、そう。思っちゃうんです、僕。嬉しい。とっても嬉しい、うん、俺は今。うん。あの、あれかな、もしかすると、ちょっと手抜きのつもりだった、そこ。いや、そんなことない、そんなことない。いや、これはね、うん、本当に、じゃあね、この LDK、うん、はいはいはい、ただいまの声が虚しく響く、うん、LDK。はい、はいはいはい。やたら急騰な雑貨で賑わう LDK。さっきまで待ってた君の体温が残った LDK。うん、笑い合うのもすれ違うのも全て見てきた LDK、うん、まずこの LDK って言い方だよね、わざわざ、うん、あのそうやってぶつ切りにして、はいはいはい、同じ白のところで同じことを言う、うん、これ、うん、LDK で頑張って踏もうとすればさ、うん、まあ見つからないことはないと思うんだけど、うん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 、そうじゃなくてここはみんなに、印象を与えたいっていうことと、うんうん、あとシンガーと絡む場合は、うんうんうん、シンガーが歌いやすいフレーズとかを入れとくと、うんうん、勝手に足してくれるじゃないですか、もう、はいはいはいね、マイロとかさ、うんうん、もうその気の利いてる人は、はいはいはい、こういうとこもね、割とね、そのラップでずっと刻むんじゃなくて、うん、どっかでちょっと外してみるみたいな、うん、あのその密度を変えるっていうのはね、はいはい、割とね、うん、教授的にはですね、うん、まあ、いいと思いますよ、うんうん、そういうことですね、まあ言うたらさっき言ってたあの若い子たちのトラップのそのなんていうんですか、三連行ったり何やったりっていうのとかともまあ同じような感じっちゃ同じような感じです。そう言うたら、うん、そうね、ね、うん、そうそう、あの特にねトラップとかやってる子はさ、うん、割とそのなんつうのかな、刻みじゃなくなった分さ、うんうん、身も蓋もないこと言い始めてんじゃんよ。バイトしねえとかさ。あれは、うん、だからそのテクニックの先にあるものなんだよ。そうやって、テクニカル、別の意味でのテクニカルなんだよね、それはね。と俺は受け止めてるけどね。なんだろうな。やっぱね、あのね、もう時間ないのか。あ、すいません。じゃあ、この曲は、うん、じゃあこんな感じにして、うん、次、ですね、マミー D さんが選ぶ俺のバース。はい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 。行ってみたいなと思うんですけど。うん。はい。ジブさんのバースでね、うん、まあ俺も好きなの死ぬほどあって、うん、ちょっと結構悩んじゃったんだけど、うん、すごく印象に残ってる、うん、かっこよさのある曲があってね。はい。で、それを俺が説明したいから、うん、聞いてほしいんだけど、はい。同時 T さんの、うん、流儀2003という2003年に出た曲で、はいはいはい、フィーチャリングジブラとマミー D なんですけども、はい、これのジブさんの、バース、セカンドバースを、うんうん、ちょっと俺的に解説したいですね。はい。じゃあちょっと聞いてみましょうかね。うん。はい。じゃあ聞いてください。同時 T、流儀2003、フィーチャリングジブラのマミー D。はい、ということで、はいはい、お聴きいただきましたですね、はい、リュウギ2003、はい、うん、ドジティさんの曲ですけれども、はい、僕が、うん、33歳、33歳、はい、ジブさんが32歳ですね。若いですね。若いですけど、うん、お互いまあね、悪くないですね。まあね、まあね、本当にね、うん、ね、しつこいっていう話もありますけどね、うん、青いところはまあありますが、うん、悪くないな、はいはい、うん、でね、はい、俺ね、これすごい印象に残ってるんだけど、うんうんうん、そのまあジブさんとさ、うん、まあ例えば、うん、末期症状だの、うん、アイスピックだの、うん、まあ、散々やってきてる中で、はい、流儀もね、うん、最初に流儀っていう曲があって、それが、ね、いや、あっての2003なんだけど、はい、これビート同意組んで、うん、DOI 先生ですね、うん、はいはいはい、はい、当時としてはすごい最新のビートだったと思うんだけど、そうですね、これでラッパーとしてはどういう、アプローチをするかっていうところで、うん、お互いやっぱりその毎回さバチバチさ、うん、その影響を受けるんだけど、うん、俺これ一番びっくりしたのはね、うん、まずさ最初に、うん、あれは、うん、俺は今だって Z from the block、 これジェニファー・ロペス。そうですよ。ジェニー・ロブ・ザ・ブロック。そうです。の引用から始まってるっていう、はい、いきなりまずジェニファー・ロペスですか、ね、いきなりジェニファー・ロペスですかっていうのにまず笑ったんだけど、うんうんうん、一番はね、これは、うん、これ、日本語で、というか、
専門用語としては何て言うのか分かんないんだけど、うん、ふわりの問題で、うん、大体ね、うん、ラップっていうのはね、うんうんうん、俺が今まで聞いてきた中では、うん、4拍目に韻を踏むことがまあ一番基本、まあねはい、なんとかなんとかなんとかだなんとかなんとかなんとかだ、うん、なんとかそこで韻を踏むのが多いんだけど、うん、このジブさんやってんのは、うん、これ一拍目韻踏みなのよ。そうなんですよ、うん、俺は今だって Z from the back、はい、3、4、1、はい、2、3、4、1ね、うん、これって割と珍しいんだけど、読んでやるのってなんとかなんとかなんとかだなんとかなんとかなんとかだ、これ割と推進型なんだけど、うんうん、あらら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 らあらら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 らっていうのは割と止まる雰囲気がする。一拍目でピッてこう、はい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 、あの疾走感を逆になくしていくフローをずっとやってるんだよ、うん、これってね、うん、デラソウルのバディとかでやってるやつ。はー、これはまたちょっとニッチな話になるんで、はい、あれなんですけど、まずそこが最初にあのあーかっこいい乗せ方してきたなって思ったのね、うん、ありがとうございます。でかつね一番大事なことは、うん、それ当時、うん、ジブさんも言ってたんだけど、うん、そのじゃあ今回は、うん、ラップってさ、うん、最初にさ、うん、あの頭から書く人は最初に浮かんだふわりとか、うん、韻を踏む場所とかでさ、うん、もう最後までほとんど決まっちゃうじゃん、はいはい、流れが、はいはいはい、ね、あの、まあ、後ろにしようか前にしようかとか だけじゃなくて、うん、まあ、デリバリーっていうのかな、うん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 、ちょっとわかんないけど、うん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 、でこれは、うん、じゃあ一拍目に韻を踏むんだと、うんうんうん、なんとかなんとかなんとかだなんとかなんとかなんとかだじゃなくて、うん、なんとか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 だなんとかなんとかなんとかだなんとかなんとかなんとかだで行くんだ、はい、これ全然わかんない人全然わかんないと思うんですけどでそれはさ、うん、あのアイデアじゃないよそれはさ、うんうんうん、で、うんうん、アイデアとかコンセプトっていうのは、うんうん、まあ頭で考えればできるんだけど、うんうん、それをやりきるのは意外と簡単なわけ。それを最後に外すんだよ。あそうですね、うん、はい、あのどこら辺からやればいいかな、ね、あれですね、もちろんアラビパップオファー止まらねえでマジノンスタップ10年選手今だにトップラッパーズラッパー優雅ねずプロップこのまま死ぬまでストレイヘッパーこのビッグドッグカモセリックショックスそのスタイルまるでヒッチロックそのスタイルまるでビッグロックスターガンガンシャイニントップさあここら辺でずれるんだよ。そうなんですよ。この辺からここで外す、はい、この外しがかっこいいんだ、はい、これ最後まで同じその乗せ方でやると、うんうん、ああよくできてるねって関心にしかなんないんだけど、うんうん、ここで外して、うんうん、そんで最後は、うん、そのスタイルまるでブルースリー形のためのが俺のテクニックって 4拍のとこに、うんうん、普通っぽくなって、はい、なってくるんですね、終わるわけ。ここがハッとさせるところで、はい、これはパンチライン型で、うん、部分部分から書く人には絶対絶対できないこと。要するにパーカッショニストにしかできないラインっていうか、こういう流れがあったからこの後変わるところが気持ちいいとか、そういう、なんつうのかな、うん、感覚的にやってるだけだと思うけど、その外し、うん、いや感覚的にじゃないな、当時言ってたよ、うん、このフローをいつまで続けるか、うん、どこでやめるかやめどころみたいな、そう言ってたと思うよね。した気がするそう、うん、だからそこら辺がね、うん、やっぱりね予定調和だけじゃダメな世界がありまして、うん、そうですね。あのこれ俺ね自分でもねあとね、うん、好きなのはね、うん、一番最後の、うんZ だ EE その後に BRA My way It's that the perfect っていうところとかの、うん、いつだっての入れ方とか自分好きです。 It's that って、うん、ですね、うん、このつとかはね、あのね音節の密度を出すのにですね、はい、非常にね、はい、有効的でございます。有効的なんでですね、ラッパーの皆さんたちはですね、はい、ここら辺ね、うん、研究していただく。何ですかね、例えばさっき三連のワード、三連ってワード出たじゃないですか、うん、まあ三連ってまあなんていうかまあ
昔の三連と今の三連が違うみたいな話もね、ありますよ、実はあるんですけれども、ありますよ、何ですかね、昔の三連ってなな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 なって本当にでけ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 で
3連の同じビートなんだけど、そこを、うん、2の、3連符って言うんだっけ、わかんないけど、うん、あの、7777777777みたいな。はい。あるじゃないですか。ありますよ。あれは昔はなかったですかね。あれはだからここ3年ぐらいだよね。そうだね、多分ね。だから、トクト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 トトクトのユニットで作ってたものが、トトトのユニットと、トゥトゥトゥのユニットで繋げていくんだよね。そういうこと。だから、タク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 こうなる。はい、そういうこと。ああ、これ。伝わんねえだろうな。もうやめようか、こんな番組もやめてやるよ。一回だけでも伝説にしようかな。はい、ということでですね、まあ今日はもうあっという間にもう終わりやるか、9時50分になっちゃったよ。うん、本当はね、なんかもう少しいろいろやりたかったんですけども、またまあちょっとなんとなく何ですかね、まあほら大体こういう番組ってまあいろいろ考えとくし、うん、あれだけど大体その予定通りにいかないじゃないですか。そうですね。はい。なんでまあしょうがないかなと思うんですけれども、うん、まあ最後にね。うん、そんな曲をかけれたらいいかななんて思ったりもしますけれども、何言ってんだかわかんないですね、もうね。あ、はい、今曲振りだ。はい、そうなんでございますですよ。曲振り下手くそなんだ。何言ってんだか全然わかんねえみたいな。これね、曲振りしたらもう終わりなの？いや、そうかな。遠くないの？あのね、ちょっとだけ話すとね、まずまあ、あれですよ。まあ、あれか、エンディングトークのここのところに来ますね。はい、まだまだ話足りないんですが、そろそろ緊急室の就業チャイムの時間です。マミー D からお知らせはありますか？うんうん、あ、それ今やんの？今やんの？今やんの？僕らは今、全国ツアー中なんで、はい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 。近々の。47都道府県全部回ってるんでしょ？そうそうそう。すごいよね。そうなんですよ。うん、そんでね、近々だとですね、10月26日に、はい、福井の、チョップというライブハウスに行きます。うん、はい。これは、おそらく20年前ぐらいに、DJ 長谷部が DJ で、俺とジブラで、大雪で誰も客が来ない中、ライブをやった場所。マジで？謎のホテルみたいなとこ泊まったやつでしょ？部屋の中に何か知らないけど、トレーニング。トレーニングマシンとかマシンが置いてあって、謎だったな、あの時ね。あとあれだよね、釈迦も。釈迦もいた。釈迦ゾンビと俺らとだったね。そう。で、俺とね、ジブラでね、お互いにビートボックスやりながら、巻き少女やってるやつとかがね、YouTube になんかあるらしいよ。ああ、素敵ですね。食べちゃう。うん。で、翌日、滋賀県の、大津かな、ユーストンというところでライブしますと、はい、うん、まあそんな感じ。あと明日大変なことが起こります。明日大変なことが起こる。はい。え、どうしたんですか？まあそれはまあいいじゃないですか。明日にならないと分かんないですね。明日分かんないです。はい、皆さん明日大変なことが起こるらしいんでよろしくお願いします。はい、はい、私はですね、今週の頭ぐらいから実はYouTuber になりまして、自分今の世の中の流れに乗っかってやろうと思ってですね。ね、子供がなりたい職業ナンバーワン。はい、はい、だからちょっと YouTuber になりまして、ジブラのラップメソッドチャンネルっていうね、うん、またこれもこの番組にもだいぶ近い感覚かなと思うんですよ。ホワイトボードを使っていろいろリリックこうやって書くんですよとか。あ、本当。もうじゃあまずは2文字の韻、じゃあ今回は3文字やってみましょうとか、なんかいろいろやってったりするやつをですね、毎日アップしてるんですよ。それはでもこっちより分かりやすそうですね。それはね、結構ね、本当に初心者向けみたいな感じでやってて、なんか俺本出したのね、去年。で、その本をなんとなくテキストにしながらやっていくみたいな感じなんで。はい、そちらの初心者はそちらへ。はい、ぜひぜひ。プロショップはこちらへ。そういうことです。まあ、一月経てばね、多分30本ぐらい見ればだいぶ上手くなると思うんで、で、そしたらだから来月にはもしかしたらね、このプロショップにもね、プロショップ。はい、来れるようになるんじゃないかなと思っております。はいはい。ということで、そろそろあれですね。あと、あれですよ。この番組再放送もしておりましてですね。今夜の模様はですね、10月20日日曜日の10時からオンエアとなります。途中から聞いちゃったという人はぜひ再放送のチェックをお願いいたします。はいはい。そして、次回の第3研究室は11月15日金曜日夜9時からスタートとなります。はいはい。そしてですね、もうこれ言っちゃっていいのかな？ゲストは、R指定です。おー、R くんね。はい、R くん来ますんで。これはね、もう最終回ですよ。もしくはもう、朝まで生
テレビ生ラジオでなる可能性もあるぐらいですけどね、うんうん、もうじゃあ完全もう R 掘り下げだね、はい、1時間ね、うん、バッチリ行こうと思っております、うん、はい、ということでそろそろエンディングなんですけれども、うん、エンディングはねせっかくだから今、47都道府県を頑張って回ってらっしゃるおじさんたちの曲で締めたいなと思うんですけれども、うん、いいですか、うん、まあ本当はね今日他の曲もいろいろかけようと思ったんですけどね、うん、常に予定はうまくいかないと、あ、なるほどね、いうことで、うん、じゃあ最後はこちらで締めたいと思います。曲紹介の方お願いします。はい、ライムスターで予定は未定でです。 WREP 第3研究室今日1時間ありがとうございました。どうもどうも、また来月、またね。